レゾルバとは回転する軸の角度を検出するアナログ式ロータリーエンコーダの一種で角度を検出するセンサーとして機能する電気部品である。ローターレーキレゾルバの概念ローターの冷気と応答標準的なタイプのレゾルバはブラシレストランスミッターリゾルバでこのタイプは固定子と回転子を備えた小さな電気モーターのような外観である。ブラシレスレゾルバの場合は 内部構造は巻線の構成によって異なります。レゾルバの固定子部分にはエキサイター巻線と2つの二小巻線の3つの巻線がある。エキサイター巻線は上部にある。それは実際には回転変圧器のコイルである。この変圧器は直接的な電気接続なしでローターに電流を誘導するためローターの回転を制限する電線もブラシも必要ない。 他の二つの巻線は下部にあり、ラミネートに巻かれている。それらは互いに90度の L 字型に配置され、回転子は回転トランスの二次巻線であるコイルと、積層の別個の一次巻線を収容し、固定子の二つの二小巻線を冷気する。固定子に固定されたトランスの一次巻線は、電磁誘導によって回転子に電流を誘導する、制限波電流によって冷気される。これらの薪線は、 レゾルバの軸上に配置されているため、その位置に関係なく同じ電流が誘導されます。次に、この電流は回転子のもう一方の巻線を通って流れ、次に、その二次巻線に電流を誘導し、二小巻線は固定子に戻ります。固定子上で互いに直角に固定された二つの二小巻線は、制限及び予言のフィードバック電流を生成します。 二小電圧の相対的な大きさが測定され、固定子に対する回転子の角度を決定するために使用されます。一回転するとフィードバック信号は波形を繰り返します。このデバイスはブラシレス以外のタイプ、つまりローターとステーターの2つのラミネーションスタックのみで構成されている場合もあります。レゾルバは極座標から 直行座標への非常に正確なアナログ変換を実行できます。シャフト角度は黒角であり、霊気電圧は大きさです。出力は X 及び Y コンポーネントです。4リードローターを備えたレゾルバは、X 及び Y 座標を回転でき、シャフトの位置によって目的の回転角度が得られます。4つの出力リードを備えたレゾルバは、一般的な制限。 予言計算デバイスです。電子ドライバンプ及び入力薪線に緊密に結合されたフィードバック薪線と共に使用すると、それらの精度が向上し、カスケードしてガンなどのいくつかの角度の関数を計算できます。船のロールとピッチを修正した注文。位置情報を数値化するには、レゾレバデジタル変換器が一般的に使用されます。 これらはサイン信号とコサイン信号をコンピュータが簡単に使用できる10から16ビット幅の日値数の数値に変換します。最も基本的なレゾルバは2極レゾルバでです。他のタイプのレゾルバは多重極レゾルバです。それらは2つの P 極を持っているため、ロータンの1回転で P サイクルを提供できます。電気角は機械角の P 倍です。 一部のタイプのレゾルバには両方のタイプがあり、絶対位置には二極薪線が使用され、正確な位置の測定には多極薪線が使用されます。128、64、32、16、8、4、二極レゾルバまであり多いほど高い精度で測定することができます。二極レゾルバは通常約プラスマイナス5度の角度精度で測定することができます。 多重極レゾルバは多重極電気モーターの監視にも使用できます。このデバイスは回転アンテナプラットフォームやロボットなど別のオブジェクトに対するオブジェクトの正確な回転が必要なあらゆるアプリケーションで使用できます。実際にはレゾルバは通常電気モーターに直接取り付けられています。レゾルバフィードバック信号は通常別のデバイスによって 複数回転が監視されます。これにより回転するアセンブリをギアで削減し、レゾルバシステムの精度を向上させることができます。リゾルバーに供給される電力は物理的な運動を生み出さないため、使用される電圧は通常低いすべてのリゾルバ用。地上で使用するために設計されたレゾルバは50から6 0ルツで駆動される傾向があります。海洋、または 航空用のものは船舶や航空機に搭載される交流発電機の周波数である 400Hz で動作する傾向があります。航空宇宙アプリケーションは 2930Hz から1万 Hz を利用します4から 10V の範囲の電圧で、航空宇宙アプリケーションの多くはアクチュエータの位置、またはトルクモーターの位置を決定するために使用されます。 制御システムはより高い 5kHz の周波数を使用する傾向があります。関連するタイプは、レゾレバのような2小巻線とシンクロのような3小巻線を組み合わせたトランスソルバーでもあります。ありがとうございます。